はい、どうもプー太郎です。このチャンネルでは今年のプロ野球ドラフト会議での上位指名候補を中心にプレーを詳細に分析した辛口解説動画を上げていきますのでよろしくお願いします。現在は今年の夏の甲子園に出場した高校生選手の解説動画を出しているところになります。ということで今回は高校屈指の強打がありながら守備力も高い数年に一人の高校生キャッチャー大阪桐蔭高校の松尾志音選手の解説になります。それでは早速解説していくんですが大きく4つのパートに分けて説明していきたいと思っています。まずはプロフィールを説明してその次に打撃内容と守備走塁の分析最後に評価の発表という流れでいきたいと思います。そして注意事項ですがこの動画はただの野球好きの素人による解説になりますので内容に関しては1ミリも責任を持てませんのでご了承くださいませ。はい、それではいきましょう。はい、それではまずはプロフィールを紹介していきたいと思います。松尾志音選手は右投げ右打ち178センチ76キロのキャッチャーになります。もともとはショートだったこともありキャッチャーながら身軽で動けるタイプです。またプロフィール上は選抜時点から変化がないですが下半身は少しごつくなった気がします。ただし広陵高校から広島に1位指名された中村翔成選手のように体質的にそこまではでかくならないタイプな気がしてきました。またこの選手は天下の大阪桐蔭高校で2年生でキャッチャーのレギュラーを勝ち取ると以降全国の大舞台で強筋強打っぷりを遺憾なく発揮してきました。ということで誰が見ても素晴らしい選手なのは間違いないのですが個人的には春の選抜ではホームランを意識したやや強引なバッティングやキャッチャーに必要な丁寧さきめ細やかさがプレーからあまり感じられない点が少し引っかかっていました。これらの点を念頭に置きながらこの夏のプレーを予選からじっくり堪能させていただきましたのでドラフトではどのような位置づけになるかそしてプロではどのような選手になっていくと考えられるか私なりに考えていきたいと思います。はい、それでは打撃分析ということでまずはフォームとスイングから解説していきたいと思います。この選手は小刻みに動いてタイミングを取りグリップの位置は高く投手の方向にヘッドを倒して上体をひねってアッパー気味の力強いスイングをしてきます。ということでこれだけ触れて対応力もある高校生キャッチャーは数年に一人しかいないでしょう。ただしさすがにちょっと振りすぎという印象も受けます。コンパクトに振ってもえぐい打球を飛ばしてくる同期の海老根選手あたりと比べるとかなり強振しているのが目立ちます。そこまで体が大きいわけでもないですしこの選手は根本的なパワーはそこまでではないと考えます。また夏はある程度修正されていましたがフォーム的にも打つ際にヘッドが下がりがちだと思いました。現状では上のレベルの投手の直球に対しては差し込まれて平凡なフライを連発する予感がします。ということで全国大会でもホームランを打ちまくっている選手ですがプロ基準ではパワーヒッターとまでは言えずプロでもホームランを量産できるスーパーキャッチャーになれるかは微妙と考えます。またメカニクス的にもいろいろ課題はありそうだと思いました。ただしそれでも全国大会でこれだけ結果を出している時点でただものではないわけでこれから詳しく見ていきたいと思います。では次に直球に対する対応について解説していきたいと思います。まずアウトコースに対してはやや甘く入ると強烈な打球で三遊間を突破してきますが右方向に打つ意識は薄く強引に引っ張って平凡なゴロやフライになりがちです。またインコースに対しては普通に打ちに行くので捉えてもファールになるケースが多いですし高めは窮屈な打撃になりがちです。ということでアウトコースから真ん中の甘めの球は逃さず捉えて強烈な打球で三遊間を抜いてきます。またバットが下から出るのでアウトコースから真ん中の低めを下から強烈に叩くことができレフトスタンドにぶち込んできます。ということで基本的には常にフルスイングですが僅差やビハインドの場面では強引にいかずセンターから右方向に打ち返す打撃も見られました。ただしアウトコースに対しては腕が伸びて体の力を伝えにくいスイングになりがちで木製バットだと打球が飛ばずに苦戦するかもとは思いました。次に変化球に対する対応ですがまず曲がる系に対してはしっかりアウトコースに決められると腕が伸びたスイングになり平凡なフライになりがちです。また食い込んでくる球に対しては腕が窮屈になり詰まってしまうケースが多いです。また落ちる系に対してはバットを下から出せるのである程度ついてこれています。ということで変化球に対しても基本的にはフルスイングで引っ張り込んできます。バットが下から出るので低めの変化球も角度をつけて外野に大飛球を飛ばしてきます。また厳しい球でもある程度ついてこれますし三振も少なくミート力は高い印象を持ちました。ただしやはり振りすぎ感はあり甘い球をミスショットして平凡なフライになるケースも多かったです。この
この点については本人の打撃の意識次第かなとは思います。それでは打撃のまとめになります。この選手はやや癖のあるフォームからアッパー気味に強振し、引っ張り返上の打撃をしてきます。全体的に強引さが目立つ打撃であり、甘い球は打てますが、ある程度レベルの高い投手にしっかり攻められると苦戦する場面も多いです。プロでは今ほど甘い球は来ないですし、プロ基準ではそこまでパワーがあるわけでもないので、この打撃スタイルだとプロではホームランもあまり打てず、打率も2割前半になってしまうだろうとは思います。ただしこの選手はミート力自体はありますし、右方向への打撃ができないわけではないので、プロではもう少しコンパクトに広角に打ち返す打撃にシフトしていくことになると考えます。ということで、プロ入り後はまずはプロの投手に対応できるだけの対応力をつけることが必要になるでしょう。ややネガティブな話が多くなりましたが、これだけ強振しながら打率も残せているわけで、やはり打撃のポテンシャルは高いと考えます。プロでもキャッチャーながら3番あるいは6、7番あたりを任される打者になっていく可能性を持った選手だと評価したいと思います。はい、これで打撃分析は以上になりますので、続いて守備走塁を見ていきたいと思います。はい、それでは次に守備走塁を見ていきたいと思います。まず守備位置はキャッチャー、そしてサードやショートも守れるようです。捕球守備範囲は良い、肩は強い、送球は良いと思いました。ややわざとらしいフレーミングも見られますが、捕球時にミットはあまり動かず、リード面含めて高校生レベルでは何の文句もないです。またこの選手はキャッチャーとしては身軽ですし、元ショートなこともあり、ブロッキングやバント処理は早いし上手いです。キャッチャーの背後のファウルへの守備範囲も広いと思います。また肩は強肩だと思います。送球はややフォームが不安定ですが悪くはないですし、プロで精度を上げていけばさせるキャッチャーになるでしょう。また走塁に関してはキャッチャーなのでそこまでは求められないと思いますが、身軽ですし盗塁を決めてくるなど根本的な走力はあると思いました。ということで、技術的に洗練されているタイプではないですが、守備の総合力は高く、プロでもキャッチャーとして想定できると考えます。また万が一キャッチャーでレギュラーが取れなくても、ファーストや外野はもちろん、サードあたりも守れる可能性が高いのも高評価できると思います。ただし性格面は丁寧さやきめ細やかさが感じられるタイプではなく、どちらかというとあまり深く考えずにガンガン行こうぜのタイプには見えます。プロでは打力の高さを前面に出しながら守備も高学年というタイプのキャッチャーかなという印象を持ちました。はい、これで分析以上になりますので、最終評価の方に行きましょう。はい、それでは最終評価になります。この選手は高校屈指の強打がありながら守備力も高い、数年に一人の高校生キャッチャーになります。現状の打撃はやや強引さが目立ち、プロではもう少しコンパクトな打撃をする選手になりそうな気はしますが、プロでもキャッチャーながら3番あるいは6、7番あたりを任せられる、いわゆる打てるキャッチャーになりうる選手だと考えます。また守備面は技術的に洗練されているタイプではないですが、守備の総合力は高く、打力の高さを前面に出して出番を勝ち取り、守備も合格点というタイプでレギュラーキャッチャーになれる素材だと考えます。ということで、数年後の有力な正捕手候補を獲得したい球団が指名してくるでしょう。となると具体的には横浜、阪神、巨人、楽天、日ハム、オリックスあたりになってくるでしょうか。では最終評価の発表の前に、プータロー式評価システムについて説明しておきたいと思います。最大5つの星の数で選手のドラフトにおける評価を表現します。星の種類は2種類あって、黒塗りの星は現在の実力を表しています。白抜きの星は将来的な伸びしろを表していて、今はまだそれだけの力はないんですが、将来的に黒星になる可能性があることを表しています。はい、それでは最終評価になりますが、黒星3つ、白星1つになります。ドラフト外れ1位から2級と評価いたします。将来像としては明徳義塾高校からオリックスにドラフト3位で指名され、キャッチャーとしては身軽で総合力の高い守備面と、強打でレギュラークラスのキャッチャーとして活躍し続けている伊藤光選手がタイプとして近いと思いました。ここまでご説明してきた通り、現状では高校生の中でも飛び抜けた実力があるとまでは言えないものの、これほど打撃守備で総合力の高いキャッチャーは数年に一人しかおらず、高校生キャッチャーとしては2017年に広島に1位指名された中村翔成選手以来の存在だと思いましたので、黒星は3つ。一方で根本的な打撃センスはあり、もう少しコンパクトな打撃を心がけるだけでもっと手強いバッターになれる選手だと思いましたので、白星は1つ進展して合計黒星3つ、白星1つと評価いたしました。
ということで、去年市立和歌山高校からロッテに1位指名された松川選手と比較すると、この選手の打撃は松川より対応力では劣るものの、長打力含めたスケール感では上回り、守備では安定感やキャッチングではやや劣るものの、肩は互角で機動力では上回るというのが個人的な印象です。ということで、私は去年松川を3位から4位級と評価した無能なのですが、この選手は総合的には松川とほぼ互角ぐらいの印象を持ちましたので、やはりこの選手も少なくとも2位以内、そして1位指名も視野に入ってくるだけの選手であるのは間違いないだろうという結論に達しました。ただ打撃守備ともに気になる点もいろいろあるとは思ったので、何球団も競合するようなことにはならないかなとは思いました。それでは最後になりますが、これだけのスケールのキャッチャーは数年に1人しかいないと思いますし、近年のプロ野球ではかなり貴重となった打てるキャッチャーとして大活躍してほしいと願っております。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったという方は評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私が次の動画を作る気力がちょっと増すはずです。では次の動画で会いましょう。プータローでした。